皆さんどうもこんにちは。私たちがフリソレティーンズです。カノです。ナイナワです。よろしくお願いします。今日は、はい、ででん、ドンキで1万円分買ってきました。ということで今日はドンキでナイたちが実際に使ってあるものとかを1万円分買ってきたので紹介していくんですけど、はい、なんとこれすべて視聴者さんにプレゼントをするということになっておりますので、最後までぜひしっかりとご覧になっていただければなと思います。よろしくお願いします。応募方法とか最後に紹介するのでよろしくお願いします。お願いします。それでは紹介していきます。ショー振袖ティーンズ2人ともね、これはおすすめということでかぶった商品なんですけれども、はい、お米のマスクなんですけどもね、これめっちゃいいです。めちゃくちゃいいよね。そう、毛穴がなくなるパック、そうパックした後も水分が残ってるぐらい、めっちゃなんていうの、もちもち、そう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 、すごい保湿力があってめっちゃ毛穴が目立たなくなって、カノちゃんと初めて会った時に、うん、めちゃくちゃこんなに肌が綺麗な子初めて見たと思って、何してんのって言ったらこれ使ってるって言われて、それから毎朝と毎晩するようにしたら、うん、めっちゃ肌質変わって、おーよかった、そうめっちゃ綺麗になったねって言われるようになったから、ガチでおすすめの商品でございます。しかも高くない、そんなに、そんなに高くない、10万入りで650円、お安い方だと思います。ぜひ使ってみてください。使ってみてください。なんかお米の香りもするしますよ、ちゃんとシートもしっかりしてるしね。そう、分厚いです。マジでパーフェクトマスク、おすすめ。じゃあ、ないの2つ目、モアリップっていう薬用リップなんですけど、初めて見た。普通に薬局とかでも売ってるやつなんですけど、うん、めちゃくちゃ唇の皮が弱くて、うんうん、ティントとかマットリップとか塗るとベロベロ剥がれちゃうんですけど、これ塗ると本当に1日でもうスッて何もなかったかのように治るんですよ。ないわなんですけど、すごい、そうだからおすすめです。チューブ型なんですか？そう、ピュッて、あ、こう指にこうやって出して塗ってる、いつも。すごい、なんか良すぎてね、寝る前とかに塗ると逆に荒れるぐらいなんか、え、すごい良い、おすすめ、使ってみようと。で、3つ目、はい、こちらメディキュット、みんな知ってますよね、きっと。これは知ってます、聞いたことはあります。なんかいつも寝る時に履くんですけど、着圧のストッキングでむくみが取れたりするんですけど、普段スーパー行く時とかもなんかジャージの下にこれ履いたままそう行くんだけど、な1時間ぐらいスーパー行っちゃうんだけど、うん、え、なんでなんでスーパーが好きなの。あ、分かる分かる分かる。スーパーってあの買い物、あの、あ、そうそう、食べ物の、そうそうそう、逆に家具とか、あ、スーパーじゃないよ、すいません、スーパー、スーパーね、スーパーっていうスーパーに行くんですけど、1時間スーパーを歩き回ってもほぼ下がってこないぐらい、え、すごい、着圧がすごいの、すごいおすすめだし、最近暑いんですけど全然蒸れたりもしないから、めっちゃいい、おすすめです。買います。買いますか？はい、買います。よろしくお願いします、はい、最後、これはいいっていう風に聞いて選んでみたんですけど、髪の毛のやつでヘアオイル 50% 蜂蜜でできてるみたいな。すげえ。 50% マヌカ蜂蜜、 30% アカシア蜂蜜、 20% 生蜂蜜、ほとんど蜂蜜ですね、なんかほとんど蜂蜜でできてますみたいな。すげえ。蜂蜜です、これは。違うんですけど匂いも製品の 90% 以上が保湿&保護成分っていう、素晴らしい、すごい髪質良くなりそうですね。使うのが楽しみの商品でございます。苗からは以上になります。カノさん、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあまずはこちら、アベヌウォーターって知ってますか？知ってます。なんかこれは本当にそう、ほっぺとかにも使えるけど、前髪にかけてなんかこうベタつきがなくなるか、そんな感じで使えたりとか、なんかすごいもうマジで一拭きでめっちゃ潤うから便利だ。めっちゃいい。そう、朝起きてシュッてやるのもいいし、うん、夜お風呂上がった瞬間にシュッていうのもいい。でめちゃくちゃ潤います。だからおすすめです。いいですね。はい、次はこちら、ボディケアローション。とりあえずボディクリームってめっちゃ大事だと思うんですね、うん、やっぱりどんなに忙しい日でもやっぱり毎日塗ることで肌を常にしっとりさせておかないと、乾燥したらやっぱりあれなんで、私はこのボディクリームを使ってます。脱毛に行き始めた時にもともとボディクリーム塗ってなくて、なんか保湿すると毛も抜きやすくなるみたいな。あ、そうなんだ。
なんか例え話で言うと、カラカラの田んぼの稲をブチって抜くのと、お水がたくさん入ってる田んぼの稲をブチって抜くのだったら、お水があった方がシュルって抜けるでしょって言われて、確かにと思って、それから毎日クリーム塗るようにしたら肌もスベスベになったし、効果も出やすくなったから、いろんな意味で塗った方がいいんじゃないかなって。そうなんだ、うん、ボディクリーム塗ってなかった時は何を塗ってたの？何も塗ってない。何も塗ってなかった。カサカサ女だったな。あ、でもなんか多分化粧水を塗ってたかもしれない。あ、でも化粧水だけだって意味ないんだって。そうそう、意味ない。逃げるらしい。そうだからカノもボディクリーム使うようになりました。はい、これもいいですね。はい、あとはハトムギ化粧水とハトムギジェル2セットがいいんですよ。2個で使うことが、とりあえずこれのジェルはめっちゃ内容量も入ってるし、すごい保湿してくれるっていうか、まず次の日夜塗って朝起きた時もまだちょっと濡れてるぐらい、結構ペタペタ感が残るぐらいめっちゃ保湿力がすごいのと、なんか変な成分っていうか入ってないから肌が敏感な人でも大丈夫。だからめっちゃいいです。すごいね。超おすすめです、これは。はい、はい、そしてこれが酵素洗顔パウダー、北海道から通いで、うちのお仕事来てる時とかにこれ使ったんですけど、めっちゃツルツルになります。あ、これも毛穴消えたかも。毛穴の黒ずみが消えるって書いてるんですけど、本当に消えました、これは。しかもなんかこんなに少量だけどめっちゃ泡立つんですよ。だからすごいです。いいですね、はい、流行りの炭酸洗顔。流行りなんですか？わかりません。流行りっぽい。最後ですね、アングルティーザー。これはなんかめっちゃいいっていう風にみんなが言ってて、カノあんまり口使わないんですよ。なんか手ぐしの人だよ、カノ。口は使うんだったらこれがいいよみたいな言われて、はい、これみんながおすすめっていうの。ナエのマネージャーも使ってるって言ってた。やっぱ男の人でも使うんだ。結構男の人も使ってるかも。確かにいいですね。はい、おすすめです。ってな感じで全部で揃いましたね。揃いました。このはこれをちょっともう終わったら買いに行こうと思います。ナエはこれかな。ハトムギ。そう、ハトムギめっちゃいい。これがめっちゃ良くて、これを推してたね、カノピッピ様がね推してる商品ということでね、はい、これを買いに行きたいと思います。ぜひ買ってみてください。ということで全部9点で9906円になりました。超えなかったね。超えなかった。1万円ギリギリ。こんなに揃えて1万円超えないの、ね、びっくり。びっくりです。超えてると思った。思いました。ということで、はい、さっき言った通り、カノピッピセットとナエナノセットで1点ずつ合計2名様にこれ全部プレゼントしますので、はい、どちらのが当たるかお楽しみに。はい、そうですね、はい、どっちがどれか分かんないんですけど、概要欄に応募方法書いてあるのでぜひ応募してください。ジョイフルエリー、毎週金曜日夜18時に毎回この YouTube は更新されております。はい、ぜひチャンネル登録とコメントとかぜひしていただければなと思います。はい、それではまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。好評だったアングリーゲームをしていきたいと思います。おめえいつも忘れることが多いんだよ。はい、頭が回ってねえんだよ。はい。